クリスマスボールは全国高校アメリカンフットボール選手権大会の決勝戦の名称である。関西大会の優勝校と関東大会の優勝校が対戦する。関西大会と関東大会は共に各地区を勝ち抜いた発行によるトーナメント戦で争われる。第1回大会は1970年に開催され、1980年の第11回大会から、 東西大会の優勝校が対戦する形式となり、1989年の第20回大会から現在の名称がついた。かつてはクリスマス当日に開催されていたが、近年では多少前後する日程で開催され、各年で多摩数年は関西、奇数年は関東で交互に行われている。近年のテレビ中継は CS 放送で行われる程度だが、以前は 日本テレビ系や毎日放送などの地上波にて中継されていたこともある。1970年代から80年代にかけては、関西学院高等部が優勝回数等で他校を圧倒して、関西勢の黄金期を築いた。1990年代中盤以降も、大阪産業大学附属高等学校、関西学院高等部、関西大倉高校などの関西勢が優勢だが、 2005年には、神奈川の慶応義塾高等学校が22年ぶりの優勝を飾って、関東勢が9年ぶりに派遣を奪回したのに続き、翌2006年も日大三高が逆転優勝を遂げ、巻き返しが顕著である。2007年から2008年は2年続けて、大阪産業大学附属高等学校と、早稲田大学高等学院の対戦となり、 大阪産業大学附属高等学校が2連覇を達成した。2009年は日大三高と立命館宇治の対戦で日大三高が優勝した。そして2010年は共にシーズンを通して全勝同士の早稲田大学高等学院と関西学院高等部の対戦で早稲田大学高等学院が優勝した。 ここ数年を見ると、関東勢も関西勢も実力はほぼ互角になりつつ、あるのがわかる。2011年は、大阪産業大学附属高等学校と、早稲田大学高等学院の対戦で、熱戦の結果、10から10で、同点、両校優勝となった。2012年は、一昨年の再現となる、早稲田大学高等学院と関西学院高等部の、 対戦となり、早稲田大学高等学院が優勝。関東の高校としては、初の3連覇を達成。2013年は、早稲田大学高等学院と立命館宇治の対戦。17から12で、早稲田大学高等学院が優勝し、4連覇を飾った。2014年は、関西学院高等部が、早稲田大学高等学院の5連覇を阻止し10年ぶり17度目。 関西勢単独としては6年ぶりの優勝を果たした。2015年は関西学院高等部が早稲田大学高等学院のリベンジを退りけて2年連続18度目の優勝を果たした。2016年は関東勢の厚生学園が初優勝を果たすと2018年まで3連覇を達成した。中でも立命館宇治と対戦した2018年の試合は 第4クオーターに19点のビハインドをひっくり返し39から33で勝利するという逆転劇であった。2019年、厚生学園は史上4校目となる4連覇をかけ再び立命館、宇治と対戦したが7から18で敗れ達成とはならなかった。一方で勝った立命館宇治は4度目の挑戦にして悲願のクリスマスボール初優勝を成し遂げた。 関東大会、関西大会と名打っているものの、実質は東日本大会と西日本大会である。東海地区は実質愛知県の高校のみで構成される。京都2位と滋賀2位がプレーオフを行う。優勝回数順、成績の同じものは出場の古い順。公明はすべて現在のものに統一。ありがとうございます。